主演の堂本剛さんです。綾野剛さんです。小林さとみさんです。吉岡里帆さんです。森崎ウィンさんです。そして監督脚本を務めた荻上直子さんです。皆様どうぞよろしくお願いいたします。完成おめでとうございます。さあではまずはですよ、お集まりいただきましたマスコミの方々にお一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。ご紹介をさせていただきます。本作の主人公で美大卒だがアートで身を立てられず人気現代美術家のアシスタントをしている澤田を演じました堂本剛さん、お願いいたします。はい、澤田役を演じました堂本剛です。皆さん、お忙しい中お時間いただきありがとうございます。本作を通してですね、たくさんの方々の心に自分の人生とは、自分とはそういった問いかけを大きく時間をかけながらゆっくりゆっくりとしていくような、そんな作品になったと思っておりますので、ぜひ、世代を超えてたくさんの方々に見ていただければなというふうに今思っております。本当にありがとうございます。堂本さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続きまして、澤田の隣人で売れない漫画家横山を演じました綾野剛さん、お願いいたします。はい、横山演じました綾野剛と申します。皆さんお集まりいただき本当に感謝しております。短い時間ですがよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。続きまして、野心的なギャラリーオーナー若草萌子を演じました小林さとみさん、お願いします。皆さんこんばんは、今日はお忙しい中ありがとうございます。小林さとみです。私は監督の荻上監督とは16年ぶりに一緒にお仕事させていただけて、また皆さんとも初めての方もいましたし、堂本さんともお芝居は初めてでしたけれども、はい、久しぶりに、一緒にお仕事させていただけて、とても特別な時間を過ごさせていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。続きまして、澤田と同じアトリエで働く現代美術家のアシスタント矢島を演じました吉岡里帆さん、お願いします。矢島を演じました吉岡里帆と申します。今日はお集まりいただきありがとうございます。私は撮影自体は数日だったんですけど、すごく濃厚な時間を過ごしまして、大好きな荻上監督に、映画の現場に呼んでいただけたということで、本当にこうやって一緒に並んで、舞台挨拶できることを嬉しく思っています。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、澤田のバイト先の同僚でミャンマー出身のコンビニ店員モーを演じました森崎ウィンさん、お願いします。モー役を演じました森崎ウィンです。皆さん本日は お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。僕が持つアイデンティティであるそのミャンマー人、その役を演じることができて本当に嬉しい限りですし、映画が完成して今日という日を迎えられて本当にホッとしております。今日は短い時間ですがどうかよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして最後に監督脚本を務められました荻上直子監督、お願いします。はい、荻上直子です。今日はよろしくお願いいたします。10年以上ぶりにフィルムで撮ることができて、16ミリフィルムで撮ることができてとても嬉しいです。なのでちゃんと皆さん大画面でスクリーンで見ていただけるように宣伝をお願いいたします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ早速なんですが、堂本さん、今回荻上監督からのラブコールを受けて27年ぶりに映画単独主演ということになりました。作品完成した今の思い改めて聞かせていただいていいですか。はい、監督の、書き上げてくださった、
沢田という役が非常に僕の役者人生と言っていいのでしょうか、僕が数々役を演じさせていただいてきた、その人生の中でも受け身の役っていうのはあまり演じてこなかったので非常に今回のこの沢田はその受け身の役をやってこなかった中でもまた一段階難しい受け身の役だったんじゃないかなと思うんですが非常に本当に難しかったです。なんですけれども、共演者の皆様のお力添え、もう本当に皆さんの大きな愛に包まれながら、でスタッフの皆さんの大きな愛に包まれながら本当にリラックスしてその難しい沢田を日に日に解決しながら答えを出しながら導いていただきながら演じることができたので本当に自分一人だけの力じゃなくてたくさんの方々に、力をもらいながら、最後は沢田を演じきることができたなというふうに思ってますので本当に感謝の思いでいっぱいです。はい、ありがとうございます。荻上監督、本作台本そして沢田という役柄が堂本さん当て書きされたものだったということで伺ってるんですけれども、監督が思う堂本さんの魅力ですとか堂本さんに対してはどういった思いがあるのかぜひ聞かせてください。はい、はい、脚本書く段階から何度か打ち合わせを重ねたりしてたんですけど、実際に撮影現場でこう一緒にお仕事をしていく中で想像以上に純粋な方なんだなっていうのがもう毎日伝わってきて、なんかそれがすごく堂本さんの持つ純粋さがこの映画の中にも沢田という役を通して出てるんじゃないかなって思ってます。はい、ありがとうございます。今回堂本さん当て書きで沢田監督書かれたそうなんですが、あまりその口数の多い役ではないですよね。はい、どういった意識でお二人でどういったディスカッションをして役を作ってらっしゃったんでしょうか。本当ワンシーンワンシーン現場でこのセリフはこういった心情で語ればよろしいでしょうかとか、こんな風に思って自分自身は芝居を作って現場に入ったんですけれどもこれで正しいでしょうかとか、本当一つ一つ丁寧に丁寧に答え合わせをしながらワンシーンワンシーン撮っていったんですけれども、監督も先ほどフィルムっていう言葉でお話しされてましたけれども、このフィルムで撮影しているっていうこの緊張感というか、役者の皆さんの独特な間といいますか、そういったものを本当に大切に大切にワンシーンワンシーン撮ってたので、やっぱりワンシーンワンシーン撮る前にかなりミーティングしてから撮るっていうことをなんか自然とやってたんですけれども、実はそれは自分自身が芝居を楽しんでいるっていうその証でもありましたし、非常に監督の思いの詰まった作品でももちろんあるんですけれども、僕自身が本当にいろんな、感情をいい意味で忘れながら、役に没頭できたっていう、そういう作品を書いていただけたんだなというふうに今振り返っても思いますね。はい、ありがとうございます。荻上監督、今回その美大卒でアーティストという役柄沢田ですけれども、そこと堂本さんというのは今お話しいただいたピュアさもあったと思うんですが、どういったところがこうリンクしていったんですか。本当に最初から当て書きだったので、堂本さんは音楽をやられるアーティストでもありますし、なんかちょっとその方向性は違っても、アートをやるアーティストでなんかちょっと共通点があると思って、でアーティスト、現代アートのアーティストの役をやっていただこうかなと思いました。はい、ありがとうございます。さあ、そしてご共演の皆様には堂本さんと共演された印象ですとか撮影時残っているエピソードをそれぞれ伺っていきたいんですが、綾野さん、はい、どういった思い出がありますか。とても温かかったです。
本当に個人的に剛さんと一緒に仕事ができることもとてもご褒美のような時間でしたし、まあ、何よりそのなんていうんですかね、他者に対する愛情といいますか、そのなんか体温をちゃんと届けてくれる方ですので、その現場ではなんかお互いぬくぬくしてしまって、なんかこたつに入りながらずっと喋ってるみたいななんていうんですかね、実家感といいますか。そうでしたね、実家感があって、はい、まあ、スケジュールも結構こうタイトな日もありましたけど、なんかのんびり有意義に喋ってましたね、はい、合間も、はい、なんか役とか役者とかそういうな肩書きなしで人同士で喋ってるって時間がとてもこの作品にとって一番重要だったのかもしれないなと、出来上がった作品を見て、その吉岡さんも森崎君も小林さんも皆さんのその、映し出されてるものっていうのはなんか表面的なものじゃない、内面的なものってのはすごく感じられて、やっぱ映画って素敵だなって思いましたね。はい、その雰囲気映ってたと思います。ところで綾乃さんは剛さんって呼ばれてるんですか。はい、剛さんって呼んでます。そうなんですね。あ、なんかいえいえいえ、そういえば字が一緒だなと思いまして、剛さんと、はい、そうなんです、はい、そうですよね、字が一緒です、はいそうです。堂本さんは綾乃さんなんて呼ばれてるんですか。僕は多分彼がずっと呼ばれてないだろう、これからも呼ばれないかもしれない、いろいろこう考えた結果、あやちゃんって呼んでます、はい、あやちゃん剛さんで、はい、通ってますね、はい、あやちゃんで呼ばれてます。そうなんですね。それはちなみに初めて呼ばれる名前でした。そうですね、なかなかあやちゃん、そうですね、割とご年配のスタッフさんにあやちゃんって呼ばれることがあるぐらいですかね、はい、だからすごく嬉しかったですし、あったかくなりますよね、あやちゃんっていうのがすごく嬉しかったです、はい、ですね、綾乃さんは堂本さんのクランクアップの時に現場に駆けつけたというお話を伺ったんですが、はい、あ、はい、僕のクランクアップの時に剛さんが来てくださって、でもそれがなんかとてつもなく嬉しかったんですよ、純粋に気づいたら剛さんのクランクアップに僕もいましたはい、そうですね、堂本さん、はい、クランクアップの時に綾乃さんいらっしゃるっていうのは、いや、もう全くもちろん気づいてなくて、でやっぱりね、お忙しいだろうし、ああいうこうクランクアップの時って、主演を務めさせていただく時は一人で迎えることもやっぱり多かったですので、でその日は非常に何とも言えない綺麗な夕日の何とも言えない美しい景色を見た後で、撮影以上になりますっていうスタッフさんのお声の後に、強さーって遠くから声が聞こえてきて、そしたらあやちゃんが走ってきたんですよ。何とも言えない感動的なシーンでしたね、なんかもうこのシーンも撮りたいなぐらいのなんか綺麗な景色でした、はい、ちなみにそのシーンは監督撮ってはいってないんで、ごめんなさい、撮ればよかった、すいません、花束持ってね現れたんですよね。いや、もう本当に花束とあとケーキいただきまして、はい、美味しくいただきました、ありがとうございました。バレンタインデーだったんで、はい、それでチョコレートのケーキいただいたんです。ありがとうございます。素敵なエピソードありがとうございます。小林さんはご共演の印象、はい、そして印象に残っていること何かありますか。はい、なんかそんなあやちゃんと剛さんでそんな楽しい雰囲気になっていたんだなと思って、ちょっと今羨ましいなと思いましたけれども、まあ、私の役柄が結構こう野心的にグイグイと沢田をこう俗のある世界へ引っ張っていこうとしてしまう役なので、格好もちょっととんがってましたし、で綾乃さん、すいません、剛さんでした、剛さん同じ字だから間違えちゃった
剛さんはもう沢田としても現場にいらっしゃって、でこうもう雰囲気が沢田で、なんか私は個人としてもなんかこうコミュニケーションとか取るのがちょっと失礼なのかもななんて思いながらちょっと遠慮気味に。本当ですか、はい、ぼーっとしてただけですよ。疲れてたのかな。いや沢田がなんかこうぼーっとしてるじゃないですか、だからそれも相まってなんかぼーっとして、なんか沢田さんのもう世界に入られてる感じでした。はい、お気遣い。でもなんかこうやっぱこう静かな優しい雰囲気はまといつつ、なんか剛さんの世界だなと思いながら一緒の現場を楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。堂本さんは小林さんとの共演はいかがでしたか。はい、非常に久しぶりにお会いしてっていう、そういう再会もありましたし、で僕自身がふわ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 してたりする、芝居を作っていきましたので、その沢田を本当にお尻をパンパン叩くようにこう煽っていただけたんで、僕もその芝居の中で戸惑ったりとか、なんか焦ったりとかするっていうことが僕も本当に自然に演じれましたので、本当にありがとうございました。パンパン叩いていただきまして、まさにそういう役柄でしたからね。はい、ありがとうございます。吉岡さんは、はい、共演されて印象残っていること、どういったことがありますか。はい、私はバラエティ番組でしかご一緒したことがなかったのもあって、映画の現場というか撮影の現場でご一緒するのは初めてで、で小林さんが里見さんがおっしゃるように本当に沢田さんそのもので、私も一瞬話しかけちゃいけないかなって思ってたんですけど、でもやっぱり堂本さんと話すとなんか面白いんですよ。なんだろう、別に笑わそうとされてるわけではないんですけど、なんか面白が漂ってきちゃってて、なんか別に笑うことじゃないのになんか笑っちゃうみたいなのが、私は結構何回も波があって、でもそんなね、勝手に笑うのも失礼なんで、その静かに心の中でふふってなりながら家に持って帰ってました。一個だけ印象的だったのが、堂本さんが丸の写真を撮られてたんですよ、現場で。丸いものの、あの写真ってどこに行ったんだろうって、SNS 用に、はい、いろいろ現場の雰囲気を撮ってくださいということでちょっといただいてたんですよ、スマホを。はい、で、当初は共演者の皆さんのその談笑されてる風景とか、そういうものもっていうことだったんですけど、やっぱ皆さんね、役に集中されてたりとかもするし、もしね写真撮らせていただいて事務所通してくださいって言われたらちょっと傷ついちゃうっていうか、ちょっとねありますんで、ちょっと皆さんを撮影するということをやめようと思って、でそれで沢田が劇中で世の中にある丸が気になりだすっていう、そういう描写があったんで、じゃあ一回気になってみようっていうコンセプトで、もう本当に身近にある丸をめちゃくちゃ撮ろうということで撮ってあるんですけど、僕もあれはどこに行ったのかちょっとわからないんですが、ありますよね、いっぱい僕が撮った丸アップしてます。もうしてるんです。なんですね。ありがとうございます、よかったです。もう本当に変な人だったんでね、ずっと丸撮ってたんで、はい、よかったです。すごい、今 SNS ですっきりしました。私も、はい、僕もすっきりしました。はい、ありがとうございます。吉岡さんおっしゃってた面白が漂っちゃうの今すごい体感しましたね。そうなんです、なんか楽しい気持ちになっちゃうんですよね。はい、ありがとうございます。皆さん SNS の方もぜひご覧いただきたいと思いますが、森崎さんはいかがでしたか。はい、そうですね、僕とはずっとコンビニで二人きりでいる時間が長かったんですけれども、すごくなんですか、僕もお芝居の現場では初めてだったので、最初ちょっと戸惑いとか緊張もありながら現場に初日行ったんですけれども、もう本当にすっとそばにこうもういてくださって、
本当にこうなんていうんですかね、こうなんか特別なんか大きな言葉をこうかけていただいて、じゃあ現場をこうキュッとするとかではなく、もういてくださるその存在感自体がもうなんか現場をすごく大きな包容力で包んでくださるということもあって、なんか本当にそのコンビニでいるのがすごく居心地よくて、なんかそんな思いをこうすごく噛みしめながら、ワンシーンワンシーン撮っていたんですけれども、まあ、その中でもすごく僕が思い出深いなと思ったのは、まあ、そんなね、あの僕だけじゃないんだなって改めて思ったのは、皆さんそんなにすごい深い話を現場ではしていないということを知れたっていうので、ちょっとほっとしたと同時に、僕との現場ではなんかちょうどそのコンビニの撮影場所でなんかそのクレーンゲームみたいなちっちゃいゲーム機が置いてあったんですよね。でそれ劇中用ではなく、その元々あったコンビニのところで置いてあるものだったんですけれども、途中から強さんがその前にずっと入り浸ってまして、でお金をこうちょっとずつ入れてクレーンゲームをずっとやってたんですよ。で、あ、これはちょっとしばらく一人にしておこうということでこう離れたんですけれども、あれは実際取れたのですか？あれはもうあの5個6個7個と。マジっすか？はい、あの費用ごとに取れまして、腕が上がってったってことですか？腕が上がっていきました。やっぱりその吸収する力もすごい昔からすごい早いんですよ。だから本当5個6個7個ですごいあの溜まっていきまして、でそれであの劇中であのご一緒した、で小さい女の子お子さんがいらっしゃったんですけど、あのその女の子がとその人形の話になりまして、クレーンゲーム人形だったんですけど、その人形の話になって、僕があのそのコンビニでゲットしたのがゴールドの人形だったんですよ。でたまたまその女の子が大きいバージョンを持ってて、でこの間僕このゴールドクレーンゲームで撮ってんって言ったら、いいなって言って、でゴールド持ってないのって言うから、持ってないって言うんで、合間にちょっと家まで戻って、そのゴールドだけ取って、またすぐ現場戻って、でそれでゴールド渡したんですよ。そしたらその大きいのをこうくれて、じゃあこれ私があげるって言ってくれて、大きいのとゴールドを交換するというちょっとその感動的なシーンをもう生んだんですよ、あのクレーンゲームは。ゲームがいい話ですね。そうそうそう、すごいですね。だから今も持ってるんですよ、あの大きいそのもらった人形持ってるんですけど、はい、全然可愛くない人形ですよでもいや、まあ、いあれ可愛いじゃないですか。でも、まあ、見た目ちょっと、まあ確かに見た目ちょっとブサイクですけど、見た目ね、なんですけど、でもなんかいやもう なんていうんですかね、まあ、まあ確かに可愛くはないのかもしれないけど、それがまた可愛い。可愛さってまあ人それぞれですしね。それぞれですよ監督、それぞれですよ。それぞれですか、はい、うん、まあ、そういうちょっとねエピソードもありました。いやはい、なんていい話でしょうね。そこまで発展してるとは全く想像つきませんでしたね。あのクレーンゲームいてよかったです、はい、発展しました。いやもうでもウィン君のおかげでこの話が聞けたっていう、うん、すごいですよね。すごい楽しい話でしたね。その顔が気になっちゃうんで、ぜひそれも SNS で見たいなっていう感じはしますけどね。そうですね、はい、なんかのタイミングでじゃあちょっと、ね、よろしくお願いします、はい、と言っているうちにですね、実はすいません時間が来てまして、そうですね来てますね。もうちょっと聞きたいことあったんですけれども、ここで、はい、あの締めさせていただこうと。すごいですね。もうそうなんですよ、すいません。いやでもやっぱ座ってしまうとそうですね、あのでもあの現場も本当になんていうんですかね、はい、こんな感じにアットホームな感じで進んでたっていうのが今ちょっと蘇ってきましたけれども、こんな感じでね進んでました現場も、はい、よく伝わってきました、はい、ありがとうございます。では今日ご取材いただいている皆さん、そしてカメラの向こうで映画楽しみにされている方大勢いらっしゃると思うので、はい、最後に代表して堂本さんより締めのご挨拶いただいてもよろしいですか？はい、これで終わりますか？あのそうなんです、用意していただいたのがあったと思うんですが、残念ながら時間の関係で夢中な〇〇とか、はい、一応丸にかけて、あ、なんかありましたけどね、はい、はい、でも一生懸命考えてきたんですけど、なしで、なしです、なしにして、はい、これで締めるってことですね。はい、はい、先ほど
お伝えもさせていただきましたけれども、本当にあのこの映画に漂う空気っていうのはどういうものなんだろうなってずっと考えたり悩んだりしながら、何度も台本読み返してで演じてまた台本読み返して、そんなことをずっと繰り返しながらやってきたんですけれども、この映画に漂っている空気ってすごく優しいし、でもただ優しいだけじゃなくて本当に強いものがあるなって思ったんです。で、人っていうのは優しくなること、強くなることっていうことが、毎日がやっぱり忙しいと叶えられなかったりすることも多いだろうなとか、本当にいろんなその作品に漂っている優しさと強さによって本当にいろんなことに気づかせてもらいましたし、いろんなことを考えもさせてもらった、そんな作品です。なので本当に世代を超えてたくさんの人々に、映画館でこの作品と対話してもらいたいなっていうふうにすごく思ってます。自分の心をこの丸という作品につなげて、自分の人生のことだったり、自分のこれから、あるいは自分の今、いろんな自分を考えていただけたら、感じ取っていただけたらいいなとも思いますし、この沢田はじめ皆さんが演じてくださった役を通して、この物語を通してですね、監督の思いのこもったこの丸を通して、たくさんの人々、その人々の今が自分らしくて、そしてこれからの未来がもっともっと自分らしい未来につながるように、そんな勇気と力を与えられたらなと思って、みんなで一生懸命楽しみながら演じて作ったこの丸という作品ですので、ぜひ本当皆さん、素直な純粋無垢な気持ちでこの作品と対話してください。本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。